はい、皆さんこんにちは、宮本春です。今日ですね、GU に来てるんですが、今日の企画はすごいですよ。チャールーム始まって以来の男性ゲストさんに、スペシャルゲストさんに登場していただくんですけど、なんと朝ドラも出演していて、そして月9俳優で YouTuber としても大人気のですね、すごい方が来てくれてて、ちょっとドキドキしてるんですけど、この方です。これハードル上げすぎですから。上げてないですよ。朝ドラ月9、人気 YouTuber、 全部本物の、私の今このチャンネル登録してくださってる方、はい、みんなもう拍手沸きを湧き上がってますよ。本当ですか。人間もやったぜ。嬉しいですよ。もう今日ちょっと私選ばせてもらってもいいですか。ほらなんか中尾さんのこうイメージは結構カジュアルなこうデニムスタイルだったりとか、はい、ね、そういうのが多いじゃないですか。今日スニーカーで、デニムで、だいたい夏はもう T シャツだし、カジュアル今はちょっと長袖ですけど、もうガラッとちょっと変えますね。いいですか。ちょっとニューヨークがバックにこう映り込むようなぐらい大人スタイル。ニューヨークがですか。そうあるかな。ならないでしょ。いや、リーアーさんがすごいおしゃれなのは知ってますけど、いや奥さんとかとデート行っても、行ける大人なデートができる。そう、なんか今日はちょっと子供を見てもらって、2人でなんかご飯食べに行って、でその後ちょっとバーとか行こうとか言っちゃってほしい。言ったことないな。はい、僕全然こういうのでいいですよ。白 T もデニムに白 T だってもうイメージできるもんできるかな。僕普通に買い物来たらもうこういうのでもういっかーって楽だしとかって思っちゃ う。確かに可愛いんですけど、これも私もいいなと思ったんですけど、今日はちょっと大人な感じに、でもカジュアルな感じしたいんで、待って、コートから行っていいですか。コート。あ、どうしよう。コートさあコートから行きましょう。コートコートってイメージがまずなかったんです。ダウンのイメージ。僕ダウン、コート、ラップにコートあったか。コート、あ、コートだこれは。そう、コートもうこの辺とかね。おお。そう、ちょっとニューヨークがちらつくような、はい、わー、いるいる。そう、ね、ニューヨークにいそうです。そうでしょ。あ、いい。スタバのね、カップ持って歩いてそう。そういうイメージ。そうそう、五番街とかね。ちょっとね、世話しなくて。俺どうなんだろう。いや、こっちで行こう。よし。あ、本当ですか。はい、これで行きましょう。本当ですか。え、どうですか、これ行きますか。いや、来たことないですよ。奥さんの前では。いや、全くないです。いいじゃないですか。しかもなんか男性にこうやって洋服とか選ぶとか、ちょっとなんか苦しい。久しくしてない。いやそれは言えないけど。懐かしい結婚生活。すいません。おい、つけた。サイズがないんだよなとか言ってた。そう懐かしい。ハワイ行こうって大きいからありましたね。野球選手体大きいから大きいから厚みを見ないから。え、ちなみに普段服はあれですか、どんな感じで買ってますか。奥さんが選んだりとか。ほぼないです、まあ、たまに一緒に買い物行って、聞くときありますけど、どっちがいいかなとか、そんぐらいですね。色で迷ってどっちの方がいいかなぐらい、友達の洋服屋さんばっかりです、大体。だからもうその洋服屋さんで、今一番人気のものとかを、まあ、入れちゃう感じのザ芸能人っぽい。さすが展示会でチェックして展示会でチェックして、じゃあ何月かお伺いしてきます。さすが。なんかもらったりとかもありますか、今まで。木村拓哉さんもいただきました。ました。月9俳優さんはやっぱりこう繋がってらっしゃる。木村拓哉さんの弟役やった時に、お前 T シャツ着るかって言われた。オッケー。 T シャツ着るかって。俺、いや、 T シャツ着ない人いないだろうと思ってT シャツ着ますっつったら、じゃああげるよっつって、木村さんから。はい、それがクランクインしてすぐぐらいだったんですよ。僕がまだ緊張してて、会話のためにそう言ってくれて、でも持ってきてくれないから、うわ、木村さんなんだよと思って、やっぱ、なんかその
あれあんだけ言ってたのにくれねえんだってちょっと寂しくなってて、うん、クランクアップの日、わ、うん、ーって検査して袋いっぱいの、ファイツ一枚じゃないんだ、もうこんなですよ、すごい、さあ違う、で僕がもうありがとうございましたって言って頭上げた時にはこうやって去ってました、超かっこいいみたいな、サンキュー後ろ姿で、うわもう俺鳥肌です、おしゃれ、もうなんかプレゼントの仕方も最後の最後でっていうのもそうだし、うん、やっぱかっこいいなと思いましたね、すごい、そういう経験ありますよ、なんかまだ覚えてるじゃないですか、その去り方のその背中、いやもう、ね、あれ何回か家で練習してたもんね今日ぜひいただきたいニューヨークスタイルで、ね、木村拓哉さんで、きれいだ、いやー見たい、ていうかここ何でもあるんですよ、何でもあるんです、 あと先に帽子もいいですか、帽子俺このセットしたら帽子いや、いいですよ帽子、ちょっと一瞬だけ全然いいですけど、しかもちょっとどっちか選んでいいですか、はい、このちょっとニット帽か、そう、あえてのキャップもいいなと思ってるんですよ、はいはい、こういうこう、そう、なるほどね、こういうのにあえてのこうキャップとか、はいはい、でもニューヨークなんで、ニューヨーク寒いから、寒いからニット帽です、中はちょっと予想外のもの入れていいですか、予想外、ちょっとこっちに行ってもらっていいですか、楽しいですね、こういう買い物いいですね、僕のチャンネルではほぼやったことないんで、あ、そうですか、こういうのも、どこに行ったかな、ここかな、あえてちょっとびっくりした、これどんな人、さすがにね急に出まき違いますよ、これ行こうと思ったな、これどうですか、パジャマです、え、本当に本当に本当に寝巻きで行くんですか、そうなんですよ、うそ、ほんとほんと、今スウェットがすごいブームなんですよ、そうなんですか、そう、セットアップのスウェットがめちゃめちゃ人気で、ぜひ教えていただきたい、ニューヨーク行けます、行ける行ける、まだまだ東京中野になっちゃいます、俺中野出身だから寝巻き来た瞬間東京中野だって、ならないならない、この中にハイネックいます、ハイネックス、え、ちょっと分かんない、ハイネックパジャマ着せられてハイネック着せられるんですか、中に、中にね、あ、中に、インナーに、ここからチラ見せするのがダンサーが好きなんですよ、そう、ちょっと例えばトレーナーとか着てるけど、ここにインナーカラーでちょっと、ね、見えると、そうそう、1枚出すとか、ここからちょろっと、あ、俺今日ちょっと着てきてるけど白であんま目立たない無地でしちゃったけど、うん、これを他の色とかにしてると、うん、好みなんですか、そうそう、あの白をちょっとこう見えてもいいし、これハイネックでもまたかっこいいですよ、ハイネック好きですねこんな感じで、ちょっと今あの暗めのトーンじゃないですか、はい、ね、って思いました、なんか意外と色は使わないんだなと思いつつ、そうなんです、ここにちょっと白のハイネックをちょっと入れてみますか、はい、大きいサイズしかない、これをちょっと中に着て、そう着て、パジャマ着て、大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。本当大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。おしゃれ、ニューヨーク行けんすよね、これ着たら。行ける。しかもちょっと待ってください。ここに足元もちょっと大事なんです。足元確かに。そう。で靴下入れていいですか？靴下行きましょう。靴下のスニーカー行きましょう。はい。はい、靴下もはあの長めがいいんですよ。はい、長め白長め白、そうで、ちょっとスウェットの、はい、あの裾をあえて白のスニーあの靴下で、あ、なんていうの、こう隠しちゃうみたいな、スウェットをここまで入れた、あ、入れちゃうってことですか、そう、それがもう新しいんですよ、マジっすか、そう、ぜひやってほしい、そう、スニーカー行きましょう、すごい、新山さんでもすごいですね、こうやってポン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 、うん、洋服好きなんですね、洋服大好き、ね、メンズも見ますもん、めっちゃ好きで、したらスニーカーが、あ、そこになりますね、え、やっぱお嬢さんの彼氏はおしゃれな人がいいとかあるんですか、親としてちょっと洋服変ダサかったらちょっと入れません、でもちょっと安心できるこう素朴な人がいいかな親になったら急にそこ現実的分かる気がします、お金がかかる男性はちょっと娘が心配だから、はいはい、私おしゃれだと、おしゃれすぎるとちょっと、うん、これから将来的にですけど、遊びにみたいな
雰囲気だったらちょっと不安じゃないですか。そうそうそう、だからちょっと社交的じゃないぐらいの方が安心するかも。ちょっとダサいぐらいでいいです。そうそうそう、変えてあげたいみたいな。お母さんになった瞬間そうなの。散々ニューヨークニューヨーク言ってて。ここに、はい、はい、ぜひ、ね、使ってほしいものがあって、まさかのじゃん、パール。今パール男子めっちゃ流行ってんですよ。本当っすか。防具の表紙見てないんですか。防具の表紙、防具なんて触れたこともないです。すいません。え、これおばあちゃんが昔のやつじゃないですか。違う違う、今ギャルソンとかもパール男子ですよ。おばあちゃんがなんか違う、違うんだ。これつけてたらもうあれですよ、感度高い系男子パール。うん、ほんとほんと、もう一気にニューヨーク。マジっすか、パールつけたらニューヨークだって、うん、そう。しかもスウェットとかこういうこうカジュアルなものにつけてたら、もうパール男子はもう防具の表紙いきます。マジで。そう、いやだ、パール買いたくねえよ。なんでマジか。いっぱい買ってほしい。俺本当買うんだから今日。これはい。買って。ちょっとじゃあ着替えていただいていいですか。わかりました。はい、はい、お願いします。中尾さん、じゃあ入ってもらっていいですか。じゃあ行きますよ。はい、お願いします。どうぞ。おしゃれ。え、ニューヨーク。ニューヨーク行きました。かっこいい。すげえ、でもスタッフめっちゃみんなおしゃれっつって。しゃれてます。いいですか、最後にちょっと仕上げちゃって。え、プロデューサー巻き、まさかの。そうなんですよ。え、流行ってんですかこれ。コートの上からこれして、プロデューサー、そう、コートの上から。めっちゃいいですよ。本当ですか。え、しゃれてる、こなれてる。皆さん本当コメントくださいね、どうかちゃんと。失礼します。だって今ギャルソンでもあれですよ、パールが流行ってるんですよ。母ちゃんの片身みたいになるんですよ。大丈夫ですよ。なってないですよ。大丈夫ですよね。失礼しますね。俺人生で初ですよ、パール。本当ですか。うわ、めっちゃしゃれてますって。本当ですか。うん、あ、おしゃれ。確かにめっちゃしゃれてる。ほら、ただ俺これで現場入ったらあいつとうとう頭おかしくなったなと思われる気がしますけど。なってない。これで明日俺ドラマの現場行ったらどうしたんだろうってなる気がするけど。いや、すごい、すごいおしゃれ。俺これで行こうかな。なんか俺の YouTube は。めっちゃ決まってますよ。やっぱパールがいいんだ。パールが、え、ここでパールが見えるのが、うん、あの人おしゃれってなるんですか。なる。あとこのコートの上にニット、うん、マフラーじゃなくてこのゆるっとしたのをこう入れてちょっと色変えてるっていう。うわ、おしゃれって大変だわ。で、中パジャマっていうね。パジャマっすからね。そう。この店員さんもおしゃれですって言ってて。本当ですか。これ慎重にこうやって出て大丈夫ですかねっつったら、こなれてる。ちょっと歩いてほしい。すごいわ。こんな感じで、そう、今日お送りしたんですけど、どうでした。楽しかったです、めっちゃ楽しかったですか。僕もあとこれ着て帰るんで、すいません、後でお会計だけさせていただきます。中尾さんのね、チャンネルの方でも、はい、あのドライブジープの方でね、はい、ドライブ編だったりとかもさせてもらってるので、ぜひぜひ概要欄から中尾さんの YouTube も、はい、見ていただけたらと思いますし、はい、私も出させてもらってるのでありがとうございます、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。ね、ぜひ最後はね、やっぱり、はい、あの木村拓哉さん風のスタイルで。いやいや、ちょっと背中で語ってほしいですね。背中で語りますよ、じゃあ。はい、いただきたいです。じゃあ僕いいですか、もう帰っちゃって。 ありがとうございました。本当に今日楽しかったです。お疲れ様。お疲れ様でした。